いうでお菓子したか聞くけこんなにもさしすせソフトクリームゴーゾロップで。さあここからは皆様お待ちかねの新情報発表コーナーです。ということでね、皆さん先ほどまでとなんか違う点気づきました？ちょっと日野さんがだいぶ可愛くなった。うん、確かにキュートです、キュートです。すごい可愛い、あ、可愛い、最高、メッセージありがとうございます。日野さんファンの方がめっちゃ喜んでる。これ42のおっさんだから恥ずかしくなってくるんですよ。何をだんだん恥ずかしくなって。おじさんではないです。素晴らしい。なんか変わったことありますか？ねえ、あれ、何やら何やら、うん、赤いものがね、ちょっとチラチラと、ね、あら、いつの間に、これは？あら、ん、何かしら気になるよね。うん、これ何ですか？怪しげな物体です。怪しげな物体ですよね。そうですね、うん、怪しいな。めくってみたくなるよね。放送できるんですか？大丈夫ですか？めくったら、そうね、アイン様の骨のね、骨のね、お風呂入ってるシーンの絵が飾られてるだけかもしれないけど、素晴らしい。それはそれでもう私たち的には嬉しいことですよね。ご褒美です。女神マガジン行きです、それは。ご褒美であり。じゃあちょっと気になりますからね。気になります。開けてみましょう。はい、はい、じゃあ私、はい、上坂さんお願いします。めくらしていただきます。いやん。あ、おお、あ、これはオーバーロード4。来ました。テレビアニメオーバーロード4制作決定。待ったよね、みんなね。もう皆さんのコメント欄が今すごく湧いてますね。我々も待ってた、待ってた、待ってた。やったね、嬉しい、嬉しい。これは本当すごい、皆さんも喜んでくれてるね。すごい。ちゃんと私たちもね、ちゃんとこれリハーサルで見ないようにしてたんですよね。そうなんです、初めて見た。いや、アイン様も超かっこいい、かっこいい、強いよ、素晴らしい。うわー、これはたぎるね。すごい、みんな盛り上がってる。ありがとうございます。ありがとう。でもね、はい、なんかね、はい、え、なんかね、え、何ですか、なんかね、はい、何ですか、何ですか、なんか俺めくり間違えてるかもしれない。8ページでございます。8ページ。改めてね、はい、オーバーロード4のね、はい、メインスタッフのキャストをご紹介していこうと思うんだけれども、はい、もうみんな知ってるよね。あ、そうですよね、知ってるけど言う、はい、まずはメインスタッフから、はい、原作丸山久金先生、うん、キャラクター原案総敏さん、はい、監督伊藤直之監督、うん、シリーズ構成脚本菅原由恵さん、はい、キャラクターデザイン田崎聡さん、はい、アニメーション制作マッドハウス。続いてメインキャストです。アインズ日野聡、そしてアルベド、はい、あゆみさん、はい、シャルティア上坂すみれさん、はい、アウラ加藤エミリさん、マーレ内山由美さん、デミウルゴス加藤正幸さん、コキュートス三宅健太さんと、いつものメンバーです。あー、もうびっくりした。なんかでもねっていう入りだから何か変更があるのかなって。でもね、でもね、でもね、はい、なんか、はい、俺今めくり間違えたんだけど、はい、嬉しいお知らせがまだあるということなんですよ。お、よかった。じゃあいいデモでだったんですね。そうなんです。よかったよかった。こちらをご覧くださいと書いてあります。どうぞ。おお、すげえ。オーバーロード完全新作劇場版制作決定。またしてもコメント欄が湧いております。すごい。いや、これ驚くよね。だって4期の発表プラス
うん、劇場版の制作ですよ。しかも完全新作。そうなんです。すごい。描かれるのは西欧国編ですね。うん、すごい。嬉しい。なんか本当にこの劇場版のことを知ったの、私もほやほやなので、そう、すごいびっくりしたんですよ。詳細は後日発表となります。はい、楽しみ。いや本当祭りですよ。祭りだ。そうですね。待った甲斐がありましたよね。本当嬉しい。お腹いっぱい。常にまあもう嬉しすぎて。嬉しすぎてね。そう。そしてあの、はい、なんとオーバーロード4劇場版の制作陣からですね、はい、コメントが届いているということなので、はい、ご紹介しましょう。はい。まずはこの方。原作の丸山久金先生からいただきました。ついに情報解禁ということでオーバーロードが再びアニメ化します。これで4期目ということになります。全何話でどこまでやるのかは内緒ですが、ぶっちゃけ後ろからどんどん迫ってくる足音が聞こえてくるようです。やばいなどという作者の感じるプレッシャーは無視して、皆さんは純粋に楽しんでもらえたら嬉しいです。ほんとやばい点々点、って追い詰められてる丸山先生、頑張って、応援してます。先生にかかってんだからねえいやじゃあ続いていきますね、はい。キャラクター原案ソービンさんからのメッセージです。はい。自分の中で特に好きな10巻がやっと映像化です。原稿をにちゃっと気持ち悪い顔をしながら読んだあの感動をアニメでも味わいたいな、期待してますと。さらにソービンさんからは特別にイラストもいただきました。はい、こちらです。うん、おー、素晴らしい。アルベド美しい、嬉しい、すごい、アンジュ様もかっこいい、めちゃくちゃこれいいね、これめっちゃ欲しい。いやすごい、愛を感じますね。ありがとうございます。はい。続きまして伊藤直之監督からのメッセージです。はい。ついにアニメ4期と劇場新作の制作決定です。魔導国を建国したアインズたちは次に何を目指すのか、そして彼らに翻弄される人々にはどんな運命が待ち受けているのか、原作ファンの方にもアニメで追っかけている方にとっても満足のできる映像化にするべく鋭意作業中です。ご期待くださいということで。これは期待しますね。はい、楽しみです。はい。じゃあ続いてシリーズ構成の菅原幸恵さんからいただきました。幸せって何でしょう。自分は不幸だ、不運だ、ここは地獄だと認識していても周囲から見れば案外天国なのかもしれません。その逆もまたしかり、今回はそんなお話です。皆様のおかげでアニメオーバーロード4期&劇場版が実現しました。参加できて幸せです、頑張りますといただきました。我々もね、身を引き締めて頑張りましょう、ね。はい。うん、というわけで皆さん素敵なコメントありがとうございました。放送時期、公開時期などの情報は今後オーバーロード公式サイトや SNS などでお知らせしていきますのでお楽しみに。以上、新情報発表でした。